おはようございます。炎蔵です。11月29日、朝会、よろしくお願いします。初めての方もいらっしゃると思うんでね、ちょっと自己紹介させてください。私、炎蔵と申します。えー、っと、まあ、25年ぐらい、為替ディーラーやってました。シティバンクとか、などなどです。まあ、その後、銀行を辞めて個人投資家やってます。 でまあ、その合間にこんな感じで、えー、朝会やったり YouTube やったり情報を配信させていただいてますので、えーえー、よろしくお願いいたしますということで、まあ、昨日アメリカの長期金利が動きましたね、まあ、タイトルとしては Fed 関係者のコメントでドル下落と Fed、まあ、っていうのはまあ日本語で言うと FRB とかって言うんですけど海外だとフェデフェードって言うんですよね FRB ってあんまり使わないんで フェデラル・リザーブ・バンクとかあのボードとかっていうんで、フェデラルって連邦の FBI とかもそうですよね。連邦のこの、えー、と機関っていうのはフェデラルってなるんで、まあ、金融市場ではそのフェデラル、Fed って言ったら FRB のことなんですね。で、まあ、この関係者のコメントでドル下落ということで、うんまあ、正確に言うと、タカ派のコメントもハト派のコメントも出たんですが、 えー、マーケットの方は、このウォラー理ジのインフレ率が低下し続ければ、数ヶ月先に政策金利を引き下げる可能性という、こちらに一番反応しましたね。でウォラーさんもともと、えー、は高派なんで、えー、まあ、それにこう反応したのかなというところで,、えー、ですね。まあ、それ以外に、えっ、ー、と、 まあ、グールズビー、シカゴ連銀総裁が1950年以来のペースで全体のインフレ率が低下しているとか、えー、ウィリアムズ、ニューヨーク連銀総裁、この人の発言も注目されますよね。長期インフレ期待は心強く安定しているとして、インフレ圧力の低下を還元するっていう。まあここら辺はあ コメントですよね一方でボーマン・リージはインフレ率妥当な期間内に2%の目標まで引き下げるためには借入れコストをさらに引き上げる必要がありそうだ借入れコストの引き上げっていうのは、まあ、要はあのアメリカフェドが金利を利上げするっていうことなんですよね、まあ、銀行が、えー、市場に借入れコストをこう引き上げるためには アメリカのその政策金利を引き上げたりする必要があるんで、まあ、ボーマン理事はタカ派の発言だったんですが、まあ、そうじて昨日はハト派の発言が多かった。特にタカ派のウォラ理事の発言っていうのが、マーケットはそれに飛びついたっていうところなんですよね。まあ、どれをこう、ね、あの、 重要視するかっていうのはなかなか難しいんですけど、ここのところやっぱりアメリカの長期金利低下傾向があったんで、それにやっぱり来年は、えー、利上げより利下げでしょっていうところもあって、そこら辺をのヒントを探りたいっていうのがマーケットの、あのー、持ってるすごい、あのー、気持ちだと思うんですよね。だからどうしてもやっぱり ハトワ的な発言に反応しやすくなってくるあ,のあとは、まあ、今あの株価も上がってるんで、えー、そこら辺に反応したのかなというところですね、まあ、一方で7年債の入札が不調だったこともあり、えー、今週2年5年7年の米国債の入札があ,るあったわけなんですが 7年祭の入札不調だったので、ここ、あのー、ボーマンさん、あのー、ウォーラーさんの発言で、これ、10年祭の利回りなんですが、4.42から、えー、4.34まで落ちたとここ、4.37まで上がってますよね。ここ10年、年、あのー、入札不調のとこだったんですが、結局、こう、安値引けということになりましたよね。うんまあ、そんな感じですね。あと、あのー アメリカの消費者信頼感指数、まあ、こちらが99.1から102に上昇したということは、まあ、こちらは金利が低下する材料というよりは、景気がいい、消費者信頼感いいということなんで、む,むしろあの金利が上がるあの材料だったんですが、まあ、これは、えっと、そんなに反応しなかったですよね。 で、減強138.6、期待が72.7から77.8、現況は138.6から、まあ、138.2 13ということで、えっと、この期待ですよね、えっと、僕が注目したのは、ここの信頼関数が上がったってこともそうなんですけど、この期待指数が80を割ってると、こう見ていただいてわかるように、この た下がかかっているところていうのは、景気後退、リセッションに陥ったときなんですけど、80にずっと長く下回ってると、あのー、こう、リセッションに行きやすいということで、直近、やっぱり80を下回ってる時間帯が多いんですよね、まあ、超える時もあるんですけど、ですから、やっぱりこれが80に近づいていったっていうのは、ちょっと消費者信頼感、良くなったのかなと、まあ、株価が上昇しているせいなんですかね。 あとは住宅価格指数が5.8から6.1ということで若干、その住宅価格の回復が見込まれているっていうこれ、えー、FHFA という,う、まあ、あのアメリカ連邦住宅金融庁っていうところなんですが、まあ、そこの発表したもので、えー、とちょっと長いので見るとやっぱり住宅価格ちょっと と底打ちしたかな感が少し出てる感じなんですよね。まだまだちょっと中古住宅とかはダメですけど、はい。そんな感じで、えー、あとは、まあ、2年債が4.857から4.74に、5年債、えー、4.39から4.28、10年債4.388から4.324に低下ということで、ドルも下落しましたと。こんな感じですね、10年債利回りね。 えっと直近の安値圏まで来てますよね、この前の安値が4.36%、えー、だったんで、まあ、そこを割ってきてしまってるということで、うどうでしょうね、この4.2から4.3のゾーンっていうのが、僕は重要なところかなと思うんですけど、あのまだ利下げが決まったわけでもないし、あの、 少なくとも12月の利上げの可能性はほとんどなくなってるんで、利上げが止まったなっていうのは、そろそろマーケットのコンセンサスになっていいと思うんですよね。でも、利下げが始まったわけでもないし、まあ一応、フェドウォッチなんかを見るとね、来年の5月、6月ぐらいからっていうことになってるんですが、ここら辺がもう少し確定しないと、 さらに4%を割って10年生が低下するっていうのはちょっと難しいかなって今のところは思ってるんですけどまあちょっと分かんないですよね直近はでも全然戻りがないんでドル重たいかなというところですよね一方であのー、アメリカの株が意外に上がらなかったですよね、あのー、ダウが0.24%まあ一応あの上がったんですけどナスダックも0.29 SP も0.1って上がったんですけど、このボーマン・リズの発言があった後って結構上がったんですよね、これ、えっと、うーんと、ナスダックの動きなんですが、上がって、でも結局それほど上がんなかったということで、 SP500 も上がったんですけど、結局下がっちゃって、ダウンも上がったんですけど下がっちゃって、意外に上値も重かったかなという、まあ最近上がってきてますのでね、ちょっとね、そこら辺がやりすぎだったのかなっていう感じもありますよね。まあこんな感じで、あのー、総じて、えー、またまた、あのー、うん、まば、あ、らな感じで、テック系は、まあまあ NVIDIA は落ちましたけどね、それ以外は、 まあまあ良かったかなという感じで、えー、っと、即数なんか落ちましたよね、0.56%。半導体ちょっと弱かったかなということで、ですかね。で、ビッグ数が12.69%、ほとんど変わらず、ただ12%っていうボラテリティ自体が非常に低いんで、えーまあ、かなり日米ともにオプションのボラテリティが低下してきて、マーケットちょっとイケイケになってるかなという感じはしますね。 フィアンドグリードインデックスは65変わらずということで、えー、昨日の株価はそんな感じになっています。あと日経新聞ですね、いろいろ記事があるんですが、うーんまずはバフェットの盟友、チャーリー・マンガーさんが亡くなられたということで、まあ、ご冥福をお祈りしますと言っことて、99歳なんでね、まあ、長生きでしたよね。 であとは、私、スキーヤーなんで、妙、えー、高高原にシンガポールのファンドが金ぶち込んで、国際的なスキー場を作るっていう、まあ、それはそれでいいことなんですけど、うん、外資系が入ると、スキー場、いろいろ値段が上がっちゃうんですよね。ホテルとか食堂とか、まあ、まあ、そこら辺がちょっとね、ニセコとか白馬とか、日本では有名なんですけど、うん、まあ、そこら辺がちょっとあんまり値上がりしちゃうと嫌だな、みたいな、そんな感じですかね。あとは、えっ、ー、と、 トヨタ伝送株を持ち合い解消みたいなそんな話もあります、あとは今朝の5本、ブルームバーグ、うーん、そうですね、まあ、ウクライナの問題ね、まだまだちょっと、うん、長引きますよね、一方で、人質解放が進んでるというところで、まあ、このあとどうなるかなというところですよね。 あとは高橋子弱まるということで、昨日の先ほど申し上げた理事たちの発言、人材獲得競争がかなっているというところですよね。明らかに資産バブルが生じているという UBS グループのケレハ会長が言っているというところですね。アップと OPEC プラス、うーまあ、アフリカが減産に反対しているということで、まあ、そこら辺が。 合意ができないのかどうかというところなんですが、まあ、原油価格に関しては昨日も WTI は、えー、まあ若干上昇ですかね、74.86ドルから76.41ドルに若干上昇したということで、ただ70ドル台だと安いって感じがしますよね。あの我々消費者サイドから言うとねっていう感じですよね。はい、えー、とドル円です。えー、っと、そうですね。一度 147円の2丸がサポートして、149円台まで上昇したんですが、やっぱり150円が、これ、先週月曜日の戻り高値149円の9号でしたけど、ちょっともう150円付近が重くなっちゃっていますよね、で、週間ピポットを下抜けして、サポートも割れてとなると、週間ピポットのサポートの2が146なんで、そこまでいくのかどうか、まあ147七割れると、ストップ出そうですよね。 えとデイリーピポットを見ると、そうですね。えー、っと、ちょっとこれがうまく出てないな。はい、えー、こんな感じですね。 えー、本日のデイリーピポットが147円の87ということで、まあ、ちょっとそこまで戻るかどうか下146円の91ということで、まあ、やっぱり147円割れのところが維持できるかどうかですよね、まあ、そこ抜けちゃうとそれぞれ8円の406円の36ということで、まあ、ユーロドルも一時1.10超えましたよねで下落ということで1.0980あたりがサポあのピポット 全体的にドルがドル安なんでドルの下落が続くのかどうかユーロドルも強いですしポンドも上昇してきています冷やしで見てみましょうかポンドもね高値更新してますよねユー,ロユーロドルも高値を更新している、まあ、5ドルがやっぱりここのところ連中上抜けしてきてるんでこちらも5ドルとかニュージーも上昇してきている、まあ、一方で 黒線に関しては、やっぱりドル円が落ちてるんでね、あのー、昨日も、あのー、下落、結果としては下落ですよね。あのー、週刊ピポットの162円の8丸あたりがレジスタンスになって、ただ週刊ピポットのサポートは維持してるんで、まあ、ドル安円、円高気味ですよね。あのーまあ、ポンドドルは週刊ピポットサポート、ポンド円はサポートしてますよね。ポンドが強いですよね。5ドルも結構、 週刊ピポットサポート、ニュージーエンもサポートということで、ユーロ円だけがちょっと弱いんで、他のクロス円は、割と昨日はあの、まあ、レンジで、週間ピポットを維持しているという感じで、クロス円、ユーロ円を見るとユーロ円は弱かったと、まあ、そんな動きになっているのかなというところですね。はい、えー、ということで、えー、ドルの下落続いているんで、これが。 加速するのかどうかということで、き、ま、ょ、あ、うは、材料としましては、まずは、えー、オーストラリア、えーっとまあ、まずはニュージーランドですね。ニュージーランドあの政策金利発表10時にありますので、あとはその前にあのオーストラリアの CPI、まあ、ここら辺でちょっとオーストラリア通貨 上昇してるんでねちょっとここら辺を見極めたいなということで、まあ、ニュージーランドは据え置き予想されているんですが、あとはアメリカの GDP の改定値とか、ドイツの消費者物価指数ですかね、うんあとベリー英中銀総裁の講演とか、メスター・クリーブランド・竹蓮議員総裁の講演、あと今日はあのベージュブックが発表されますので、まあ、そこら辺のアメリカの景況感を見極めると。 まあそういうところになるかと思います。はい、えー。ということで、えっと、いつもいつも朝会ご覧いただいてありがとうございます。えー、もし、この朝会お役に立っているようであれば、いいねボタン、えー、もし、初めての方でチャンネル登録、まだの方がいらっしゃれば、ぜひチャンネル登録していただけると大変嬉しいです。ということで、えー、今日もありがとうございました。